じゃあ全員でいきましょうか。せーの。はい、こんばんは、久保木純一でございます。2006年小説でございます。ではやっていきましょう。では、問2番からいきましょう。問2、ああやっぱりそうだと妙に納得したとあるが、これ名前なんて読むんでしょうね。よくわかりませんから僕は雄星と読んでおきたいと思います。雄星はどのように納得したのか、丸をつけておきますね。はい、まずああやっぱりそうだっていうふうに書いてありますから、ラインマークを引いておきますけども、ああやっぱりそうだという言葉に込められているのは、事前の予測内容が書かれているということだと思うんですね。事前の予想があるんです。その事前の予想と合致したわけですね。じゃあその予想とは一体何なのかとかというものを、まあ、つかみに行く必要があるわけです。でちょっとだけ選択肢を見てみると、ここの部分が全て共通しているんですね。雄星は直子が他人にとのと書いてありますけども、登場人物が2人いるようで、僕はずっと雄星と呼んでます。もしかしたら雄星くんじゃないのかもしれませんけども、はい、笑いをこらえてくださいね。雄星、こいつを A としておきましょう。で直子丸をつけて B しましょう。つまり A の B に対する評価なんですね。直子と読めばいいんでしょうかね。この直子が他人とどのように付き合っているのかということをこう掴みに行きなさいよっていうのが問2番だったかと思います。問3番いきましょう。いつしか彼女、あ、失礼、これ問5ですね。はい、ごめんなさい。どこだっけな。はい、問3ここですね。はい、月に帰るかぐや姫に心を打たれたとあるが、どういうところに心を打たれた、じゃあラインマーク引いておきますね。困りましたね。今は昔竹取の大きなというものありけりの山に混じりで竹を取りつつよろずのことに使いけりなおばさぬきの宮津こと何に生ける、その竹の中に元光る竹何一つでやりける怪しわれてよりてみるに筒の中光れたり、それを見れば三寸ばかりになる人と美しゅうていたり、かかるほどに余裕ついで寝ぬ時ばかりに、月の光、なんちゃらかんちゃらってありますわな。かぐや姫に心を打たれるってどういうことって話なんですね。かぐや姫チェックしておきます。しかも月に帰るかぐや姫なんですね。だからかぐや姫が月に帰ることに心を打たれたんでしょう。自分で言ってますけどもよくわかりません。だからもうちょっとヒントを見てみるとこう書いてあるんですね。かぐや姫が全部共通してますね。人間界、ちょっとそこまで四角囲っちゃいますね。かぐや姫と人間界の関係について触れているということなんでしょうかね。なんかしっくりこないんですよ。4番いきますね。と4番、2人は2人であるがために身を転がらして、いやー、この2人ってあれだろ、 A と B のことでしょ。 A と B のことでしょ。でほらあれでしょ、雄星くんでしょ、雄星くんで、なおこちゃんでしょ、きっと。あれだったら、これとこれでこれでこうじゃないの。はっ、なあ、もう、あれじゃないでしょ、きっとね。でしょ、違うのかな。二人は、二人であるがために、身をこわばらせて、身をこわばらせっていうのは、緊張する、動けなくなるという意味合いがあります。緊張する、動けなくなる。なあ、もう、お互いに、とかってなってんじゃないの？ねえ、笑うなよ。はい、とあるが、それはなぜか。ねえ、僕はそういうふうに先読みの段階では考えているんですけども、果たしてどうなんでしょうね。そんな話だったら読みやすい話かなって思うんですけども。はい、そう、ポイントはここなんですね。二人であるがために。だから、A だけでも B だけでも、もしくは AB 以外の他人がいても別にこわばることはないんだけど、2人でいるから緊張こわばっちゃうってことでしょ。ってことはこれ確実にもこれでしょ、ね、だからこういうふうに選択肢も共通しているんですね。雄星と直子とは2人ともという言葉でやっぱり全て共通しているわけなんですね。
じゃあなんか2人とも考えてることがなんか同じとかさ、いや早く抱きつきたいとかさ、そういう感じなんじゃないのかなって気がするんですね。どうでしょう。はい、そんな蔑んだ目で僕のことを見ないでください。問5番、いつしか彼女は私という一人称を身につけていた。多分そんな時優勢は僕により同化するのだろう。私という一人称をちょっとラインマーカーつけるね。ちょっと変な質問します。遠藤君、私って言葉は基本男性女性どっちが使う言葉ですか？女性が普通使いますよね。へえ。優勢は僕により同化する、変な表現ですね。いや、僕を僕じゃないかって話ですもんね。なんか変なんですね。はてなマークなんですね。まあでも普通に考えればですよね、野口さん、僕っていうのは基本的に男性女性どっちが使います？男性が使うはずですもんねっていう気がするんですよね。で、問6番いきますね。この文章における表現の内容というふうに書いてありました。さあ、ここまで読み終わったので、じゃあ、第2問文章から読んでいこうじゃないかってことなんですね。じゃあ、サトシ、リード文をちょっと大きめの声で読んでください。よろしく。次の文章は松村英子の小説僕はかぐや姫の一節である。もうまず僕やかぐや姫ってどういうことって話ですね。ここ二重線引いておきましょうか。あれかな、君病んでるのかなって感じがしますよね。僕かぐや姫っていうね、はってなりますよね。とりあえずグーパンですよね。続けてどうぞ。千田博美と辻倉直子は女子高校の同級生である。彼女たちは…ストップ。大丈夫ですね。僕はここで一旦フリーズをします。家帰っていいですか？家帰ってタバコ吸ってきていいですか？わかりますよね。まず優勢くんじゃなかったんです。ひろみだったみたいですね。丸をつけて A としておきます。で、なお子って書いてありますから B とします。そして衝撃の事実がここで判明しました。女子高校の同級生、うわってなりますよね。何が言いたいか簡単な質問ですよ。はい、じゃあサトシ質問するね。ひろみさん、性別は女なんですよね。ということは、まず僕の頭の中のこの先読みというのがまずは一旦完全に崩れましたね。ガラガラガラってなってきましたね。わかります？何が言いたいかっていうと、もう一度じゃあ問い何番あたりを見ましょうかね。まずは問い4番。二人は二人であるがために身をこばらして、ね、俺がね、これでしょ、これでしょ、こうでしょ、へへっていうのは、バーカで終わっちゃったってことですね。はい、お前それ頭から一旦消せよっていうことですね。で、もう一個、問5番。あれってなりますよね、これね。ヒロミは僕にって書いてありますよね。え、ヒロミって男？何これ？なんか昔ね、あの上戸彩がなんか性別が違っちゃってる性同一性障害の生徒役をやった金髪先生みたいな感じ。わけわかんないよね。ヒロミは僕、うん、って感じがするんです。え、この男性っていう表現はもしかしたら危ないのかもしれない。むしろ彼女は私という一人称を身につけていたって書いてあるよね。いや、もたん書いた話だよね。え、じゃあ私って言ってなかったのってことになってくるじゃないですか。ということで、僕の先読みがまず完全にガラガラガラって崩されました。ガラガラって崩されました。で、そのままその続きのリード文を読んでいくとこう書いてあるわけですね。はい、続けてお願いします。彼女たちは二人とも文芸部員で自分のことをずっと呼んでいた。あたた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 たあたた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 たラインマーカー、自分のことを僕と呼んでいた。ほら、この教室今女性が一人しかいないので女性に質問してみましょうね。野口さん、あなた自分の一人称なんて言う？私って言いますよね。君も私って言う？言わないですね。基本我々ね、この男たちっていうのは基本僕とかって使いますけど、こいつら女性なのに僕って言ってる。軽く気持ち悪いよね。軽く気持ち悪いよね。さらに文章を読んでいくと気持ち悪いんですよ。はい、見てみましょう。いきます。じゃあ読んでみましょうかね。
僕に与えられた僕の一日を、僕が生きるのを僕は拒む。は？僕に与えられた僕の一日を、僕が生きるのを僕は拒む。だったら死ね。だったら死ね。だったら死ねよって思いませんか？いや、僕に与えられた一日を私は生きることを拒みます。死んでくれませんかってなってくるんですね。僕はもうここでまずイライラしてくるわけです。はい、でもイライラしたら客観的に読んだってことになりませんから、しっかり読んでいきましょう。なおこ、丸をつけて B の書いたそんな一節。へえ、これ B の作品だったんだね。じゃあちょっと青で囲んどこうかな。はい、B に関すること。よいしょっと。これは B の作品だったらしいです。何個の書いたそんな一節が、ひろみ丸をつけて A を振り向かせた。振り向かせた、じゃあひろみに関しては赤で引こう。振り向かせたのは1年生の晩夏だった。それまで彼女たちは同じ部に属しながら、先輩たちの膨大な知識や冷めた思想、大人びた物言い、それでいてちょっと子供っぽい感傷に魅了されて振り回されて互いに見つめ合うことさえしなかった。つまり、先輩たちの影響が大きくて、A さんや B さん、A と B というのは互いに見つめ合うということはなかったと。なんていうようなことを言ってるわけですね。二段落目。けれども逆三角。16歳の世を拗ねたような少女には、先輩の大人びた言葉より、丸括弧は、ずっと直子の言葉、直子の言葉、直子丸つけておきますね。直子の言葉っていうのは、例えばこの部分ですね。僕たちが読んでいて一瞬の感想を抱く、してっていうふうに思う。この部分と、この部分のことを言ってるんでしょう。この言葉の方が、身の丈に合っていた。身の丈に合っていたの意味は簡単だよ。自分にフィットしているって意味ですよね。ただこれを自分にフィットしているって取ると、なんだこれってなるわけなんですね。つまりどういうことか。あ、これは自分にフィットしているっていう意味なんですけども、 A も B と同じことを考えてる。頼むから迷惑にならないところで死んでいただけないかって気がするんですけども、 A と B が同じことを考えてるっちゅうことなんでしょうかね。だからひろみは直子の言葉に注意を払うようになった。あ、この人の言ってること、私の思ってることとなんか同じっぽい、そんな感じなんでしょうね。続けていきます。その冬に批評会を兼ねた合宿が行われた。予定をこなした後の雑談は文学談義になるのが常だった。その日も各自が点でバラバラに好きな作家、好きな作品を挙げて語り始めていた。先輩、四角を囲むね、大人びた先輩たちの例。与謝野晶子、西脇純三郎、太宰治ですか、三島由紀夫、ヘッセ、カミュ、ワイルド。まあちょっといいっすか、これっていうのは、まあこれじゃないですかね。大人びた先輩たちね。え、君たち三島由紀夫の作品とかここで読んだことある人いる？手挙げて。金閣寺とか。太宰治は読んだことある人いるかもしれないね。与謝野晶子の作品を自分で一人通して読んだ、例えば乱れ髪とか読んだことある人いる？いないでしょう。西脇純三郎とかって言われてもようわからんでしょうね。まあ先輩たちって随分大人な作品を読んでいるんだなと。ヘッセ、神、ワイルドですよ。僕は大学になって初めて読みましたよ。読みたくなかったけど、読みたくなかったけど読まされましたよっていうような、まあ先輩たちって相当大人びてるなっていうのをここで掴んでいただければいいでしょうか。大丈夫？続けていきます。直子、丸をつけます。B ですね。が、何と言ったのか、ひろみは思い出せない。直子は終始うつむいて眠っているのではないかと思うような態度で、過去1年生にしては少しふてぶてしかったかもしれない。耳を傾けていた。直子、丸をつけておくが、促されて何かを言ったとき、ああ、やっぱりそうだと妙に納得した。じゃあこれラインマーク引くよ。妙に納得したことだけを覚えている。ごめんね、ほとんど全部読んじゃう形になると思うんだけども、おそらくこれっていうのは、あ、私と直子って同じことを考えてるのかしら。同じことの内容、
こういうのなんて言えばいいのかね、ちょっと難しい言葉でさ、こうなんか現世に対してはかなんでいるっていうのをちょっと難しい言葉でちょっと先生教えてくださいよ。かっこいい。じゃあ皆さん漢字で衛生感って書いてみてください。無理ですよね。じゃあはい、君せっかく辞書あるんだから衛生感ってちょっと調べてみんなに見せなさいよ。はい、どんな字書きますか。大きくしてあげてください。はい、ちょっと僕も大きく書いてみますね。こうですか、こうですか。僕も久しぶりに書きます、この漢字。これ常用漢字では絶対ない気がするんですけども、遠征感、世の中、現世に対して儚む、こういう字ですね。ぜひここで今日皆さんこの言葉を覚えて帰ってください。遠征感、世の中を儚んでる、私別にこの今生きてるこの時期にはここには興味はないわ的な感じですね。とりあえずそんな女の子を見たらちょっとこう熱っぽい久保木純一とか熱っぽい野球部員とかはとりあえずそんな女の子たちに膝をくれてやりますよね。こんな人間絶対チアリーダーとしてやってくれないじゃないですかね。チアリーダーでね、こう心激しく応援してくれた女性っていうのもねいたわけですよね、野口さんね。ね、それとは全く対極の人間たちなわけですね。とりあえず殴ってやりたいっていうふうに僕なんか思うわけですね。完全に僕感情むき出しにしてますから多分この文章読めませんねはい、まあまあ冷静に冷静にいきましょう。はい、お互いに遠征感を抱いてるのかしらと。続けていきます。ヒロミは何と言ったのだろうか。ヒロミが尋ねられた時にはすでに彼女の知る作家たちはあらかたで尽くされていて、続けていきましょうか。戸惑って、かぐや姫だと彼女は言った。おお、竹取物語？いいえ、かぐや姫の絵本です。朝倉節の挿絵のある紫の表紙の、幼稚園の頃、僕、B のことだよね。あ、A のことだよね。ごめんね。僕はどうしてもそれが欲しくて。いや、どうなんですかね。ちょっと我々男の子には分からないことなんですから、ちょっとせっかくね、せっかくここで野口さんがいるから、このチャンスをうまく使って。ねえねえ、野口さん、自分のことを僕っていう女の子ってあなたの近くにいる？いる。その人ってどんな人？うん？あ、男っぽい。なるほどね。なんかこうボーイッシュなね、なんかこう髪の毛をバサバサッとブルーッって言ってるような人間がねもうなんか知んないけど、あ、僕さって言うんだったらそれは納得いきますよ。ああ、なるほどねっていうふうに思いますよね。その人文芸部員？違うよね。文芸部員なんだよねこいつらね。文芸部員ブジュ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 って僕っていう風な、そんななんかボーイッシュな感じはねしないと思うんですね。だからねすごく不自然なんですね。汗かいてきました。続けていきます。港にいたり寄ったりの答えをするのが嫌だったのかもしれない。赤のラインマーカー引いとこうか。A の性格を分析していこうと思うんですね。僕たちは心理学者だと思ってくださいね。心理科医ね、もう病気ですからこいつきっとね、病気ですからちゃんと僕たちが診断を下してあげましょう。死ねっていう風な感じでね、いきます。インテリブルのが気恥ずかしかったのかもしれない。ここもじゃあ引いておきましょうか。大人っぽくなんかこう作品をね語るのがちょっと恥ずかしかったのかもしれないと。とにかくその絵本がどのように美しかったか、3年目の秋には去らなければならないかぐや姫の運命がどのように自分を胸苦しくさせたのかをヒロミは居直って緑でチェックしておいてね、開き直るって意味です。そりゃそうだよね。文芸部員であなた何に感動した？かぐや姫どつくぞこの野郎って話ですよね。はい、確かにね。そして直子丸をつけて B は顔を上げてヒロミを見た。これをじゃあ青のラインマーカーで引きましょう。だから多分 B っていうのはそのこの詩を言ったんじゃない？その場で分かんないけど遠征感たっぷりなことを言ったんじゃない？それに対して A さんはかぐや姫ですよね。もう互いが互いにさ頭おかしいじゃんね。よまあまあ頭おかしいって言ったら言葉悪いからなんか芸術家肌っていうんですかね。その芸術家肌同士がこう近づいていく的なそんな感じなのかな。どうでしょう。二人は語り始めた。どちらも積極的に人に近づいていく性格ではなかった。これ二人が共通している性格だから黄色で引いとくね。
会話は弾まず、おずおずとした調子。緑でチェックしとくね。こんな感じです。はい。まあ、簡単に言うと、こう、前に出たくても出ていけないという感じですね。前に出たくても出ていけない感じですね。おずおずとした調子のもので、機会もそう多くはなかった。たまたま部室で二人きりになった時、あるいは部員を交えて談笑している中で、さりげなく語った。普通ならば2、3時間で済むような内容をほぼ1年かけて語り合ったのだとも言える。どちらも語るよりは聞きたがり、ちょっとラインマークいくね。黄色でいきましょう。どちらも語るよりは聞きたがり、それでいて心のどこかでは耳を塞ごうとしていた。どっちやねん。わかりますね。あ、こいつらおかしいなと。あ、遠藤君はね、ちょっと不満そうな顔してるから、いや、僕はわかるっていう顔してますけど、僕なんかはこう、何が言いたいの、聞きたいの、聞きたくねえの、どっちなのって話なんですね。でもこれが非常に重要になってくるんでしょう。それを隠すようにことさら無邪気になろうとして失敗した。20億光年の孤独読んだ？うん、泣いた？僕、キルゲゴールがもちろん読んだって半分もわからないんだけど、本を開いただけで苦しくなって、死に至る病、私にとっての真理、僕らを一言で殺す文句だ。気持ち悪い。君たち本の会話するんだったらあれでしょ、お前ジョジョ読んだかとかさ、ワンピースどうだとかじゃない。キルゲゴールとかさ、20億光年、20億光年って距離だよ。の距離とかって、いやその孤独とかって言われたもんね。気持ち悪い。少なくともあの頃、ヒロミとナオコ丸をつけるは似た者同士だった。ここじゃあラインマークでもう一回黄色で引いときます。自分を溶かし出してしまうような光を恐れ、むしろ輪郭をはっきり描き出す影や、いっそのこと存在をかくまってくれる闇を愛し、闇を愛し、二重線。晴天の日よりは雨の日の方が端的に暗いって言っていい？とりあえずね、あ、暗いだこいつはっていうね、はい、の方が機嫌が良かった。10代半ばにして性を疎み、これちょっともう一回黄色で引いといてね。その遠性感という言葉を言い換えた。性を疎む、生きてるのってつまんないな、死ねっていうふうに思うんですけどね。お前生きたくても生きらんねえやつがいるんだっていうふうに僕は言いたいんですけども、はい。白雪姫やシンデレラよりは月に帰るかぐや姫。いい？白雪姫、シンデレラっていうのは、白雪姫のラストってどんなシーンだっけ？幸せになる。どうやって？王子様のキスだよね。野口さん、シンデレラってどんな結末を迎える？え？え？はい。ガラスの靴履いてね、この靴を落としていったのは誰？あなたの足にぴったり結婚しようっていう、ドハッピーエンドですよね。もう素晴らしいハッピーエンドの作品ですよね。そういうなんか知んないけど、すっきりするようなハッピーエンドよりは、月に帰るかぐや姫。かぐや姫っていうのは、どんなお話の終わり方かは分かりますよね。まさに月に帰って終わるわけですよね。バイバーイっつってね、バイバーイっつって、そんな軽くはないですよね。そんなローラビーバイバーイとかそんな感じじゃなくて、なんかこう、もう別れたくないけど、もう期日が来たからしょうがないっていう、はい、ここにマイナスしておきますね。で、筆者がそれを好きな理由っていうのは、その性格が影響してたんですよね。性格、もう一度漢字で書きましょうか。遠性感という性格が影響しているんですね。ああ、世の中ってつまんないなっていう性格が。だから、かぐや姫に心を打たれたんでしょう。だって、簡単な話さ、こういうことだよね。かぐや姫って人間界からいなくなるんだよね。天上界に行くってことだもんね。だからこう書いてあるんですよ。かわいそうだと思ったのではなく、羨ましかった。羨ましかった内容。ああ、かぐや姫っていいな、人間界から離れてけてるって。いや、天上界だって天上界同士の人間関係っぽいのはあると思うんですけどね。まあ、なような感じなんでしょう。OK。これつかめたかな？これつかめたかな？この性格が影響して、遠征感、世をはかなむという、その性格が影響しての、このかぐや姫に心を打たれるだと思うんですね。もうちょっと読んでみましょうか。自分を取り巻いている存在や思惑が鬱陶しくてたまらず、媚びない程度の微笑を愛用することで、友人同士の馴れ合いから、馴れ合い四角を囲むね、
からも反目、あいつなんだよからも器用に身を遠ざけていた。誰にも何も期待してはいけないと自ら戒め、相手の横暴は許しても分かったような同情やいたわり、あなたの気持ち分かるとかね、そういうような言葉ですよね、には必ず霊笑、ふんっていうやつですか。殺そうよ殺そうこいつ。ちょっとさ、遠藤君、今から一緒に、これから一緒にこいつを殴りに行こうよ。いやいやいやって言いながらね、はい一矢を報いずにはいられなかった。はい、一矢を報いず、一矢を報ゆ、野球ではこういう使い方をしますよね。さあ9回の裏10対0で今佐原高校が負けておりますとね。さあ佐原高校は一矢を報いることができるのか。最後の反撃って意味ですよね。はい、最後の反撃って意味ですね。さあ一旦ここで話をピタッと切りまして、答え出せそうなところを出してみましょう。では問1番から。さあみんな言葉の知識の問題できたかな。身の丈に合っていた、自分にフィットしているという意味です。この中ではふさわしかったという1番をチョイスすべきでしょう。次、おずおずとした様子、こんな感じですね。こう前に出ていけない様子を表しているのは3番。意思を報いる、最後の反撃をするという意味ですね。はい、答え5番。ちなみにこれ3問とも合ってた人、はーい、2問1問。お前は、よしよしよし、あ、お前3問あった。お手挙げた、ごめん見てなかった、誰もいない。あ、3問え、1問、うわ、あ、本当に。はい、次行きましょう。問2、あ、やっぱりそうだですね。事前の予想の内容をつかめなかったけども、結局はこの、ああやっぱりそうだ、 A と B が同じことを考えている、その同じことの内容が、はい、もう漢字書けるようになりました。これ書けるようになりました。これこう、うん、無理ですねあ、こうですね、はい、こう「ひ」書いて、これで「い」みたいな字になって「犬」書いて、で「遠征感」ってやつですね。こうですね、A も B も同じ遠征感を抱いているということですね。はい、で遠征感だとちょっと難しいかもしれないので、もうちょっと柔らかい言葉にすると、例えば A のここの部分、港と似たり寄ったりの答えをするのが嫌だったのかもしれない、ここのことがヒントになりそうですね。次、ここの部分ですね、ちょっとじゃあこれも赤で引いとけばよかったですね。自分を取り巻いている存在や思惑が鬱陶しくてたまらず、媚びない程度の微笑を愛用することで友人同士の成り合いから反目からも器用に身を遠ざけていた。誰にも何も期待してはいけないと自ら戒め、相手の横暴は許しても分かったようや、同情やいたわりには必ず霊笑で、一矢を報いずにはいなかった。こいつ人嫌いなのかなっていう風な感じがしますよね。人嫌いっていう風にこうちょっとこうハテナマークで変えておきますけど、人嫌いなんですか A さんっていう、そんな感じがしますね。で、なおかつ暗いんでしょ、最高だね本当最高だね。はい、そんなことを踏まえた選択肢を探していきたいんですが、いや、かなり難しかったですね。間違った人、え、そんなにいない、え、マジか、いや、いいんだよ、俺も難しいなと思ったから。ちょっと聞いてみよう、遠藤くん何選んだ。5番。ヒロミや直子が他人との付き合いを極力避けて線引いとくね。孤独に過ごす時間を好む思慮深い人、思慮深いっていうのは考えが深い、という意味合いがあるんですね。考えが深い。ちょっと待ってね、考えが深いっていうのは読み取れんのかな。あ、この人の考えって深いわ。あくまでも共通点があるわって考えただけなんだよね。で、この話から考えが深いっていうのを取ることができるだろうかということと、もう一つは付き合いを避けるってどうかなと。
なんで文芸部員におるんよっていう風な感じになっちゃうでしょ。引きこもれやって話になってくるじゃないですか。だからここの部分がちょっと厳しいのかなって気がするんですね。はい、ちなみに君は3、ヒロミや直子が他人の模倣をしたり周りとの人と協調したりせず問題ないですね。天衣無縫で自由な人、これは多分ここのおじいちゃんが天衣無縫という言葉の意味をあんまりよく知らなかったからでしょうね。お前昨日練習したじゃないかよお前。天衣無縫は自由で無邪気って意味なんです。非常にプラスイメージの大きい言葉なんです。自由で無邪気、俺みたいな人間なんか笑ったなって自由で無邪気という意味なんですね。いや邪気たっぷりじゃないですか邪気たっぷりですよね。邪気 100% でできております感じですよね。まずっときましょうよはい、塚本さとしは、あ、さとしじゃないや、大輝は、なるほどね。確かに5番はちょっと切りづらい気がしますね。はい、とりあえず2番4番を簡単に落とします。2番、知的で大人びた物言い、線引いて×。先輩とは違う、先輩が知的で大人びた物言いしてたんだもんね。次、超然とした人ね。日本史とか勉強してる人は超然内閣とかっていう風なやつがあるかもしれないけど、もう人間関係とか一切関係ねえっていうね。はい、おパッピーこれもプラスのイメージの言葉なんです。かなり強いプラスです。だからこれは跳ねてしまう。1番を見てみると、安易に同調したりしない、自分の感性意志を大事にする、柔らかい言い方になりましたよね。付き合いを避けるから安易に同調したりしない、そして思慮深いよりかは、あ、この人自分自身の、感性や意志を大事にする人ね、言い換えればこの人も変ねって言ってるのと一緒ですよね。自分の感性や意志を大事にするっていうのはいい意味で言えばこうですけども、これ逆に言い換えれば、あ、ちょっと他の人とは違う人なんですねっていう感じになりそうですね。問2番の答えは1。次、問3、これもやっちまいましょう。問3はかぐや姫を羨ましく思った理由を考えようよですね。はい、これですね。いきます、これはその先ほども何度も何度も出てきて申し訳ないんですが、遠征感がポイントになってくると思います。はい、ちなみに問3番間違った人、おー、よう頑張りましたね君たちね。はい、トール何選んだ、うん、2、かぐや姫が人間界で多くの立派な地位の人たちに求婚されながらも最後まで孤独を貫いて月に帰ることができた。孤独を貫いて月に帰ることができた。孤独を貫くという部分はいいのかもしれないけど、これはいい気がするんだよ。ただ求婚というものとの対比になってるんだよね。遠征感っていうのはもう世の中一般が嫌だっていう部分じゃないですか。結婚も何も関係ないってことなんですね。これで跳ねましょう。このつながりが厳しかった気がします。大輝は、なるほど、1、愛されたことに感謝、もうこの2秒で罰だよね。こんなら1番なんか選べないよね。3、魂の純粋さを保ったまま、これはちょっと言い過ぎでしょうね。しかもこいつらの魂が純粋かどうかは知らんもん。はい、4、4はどうなんでしょうね。一人自分の居場所である月、あ、これはその孤独という部分ですよね。で、それとの対比が煩わしい人間関係、求婚と似てるけど、これはもう人間関係全般を指してるわけですね。はい、2と4の選択肢は結構似てる選択肢です。5、美貌のみが称賛、うるせえ。はい、これを羨ましいってもし思ってるんだったら、私も可愛い女の子でいたい、とりあえず僕ということをやめることから始めようかってなるじゃないですか僕たちはね。はい、答えは4番、すっげえ楽しい、これ難しいけどすっげえ楽しい、楽しくね。すいません、僕ちょっとね顔が熱くなってきました。さっきの古文は読みやすすぎたんでね。はいはい、はい、答えこれですって感じだったんですけどね。これはやりにくいですね、皆さんやりにくいですよこれ。え、俺はおかしいのかな。はい、え、みんなこれを読みやすかったんでしょ結構。わかんねえな。はい、行きましょう。その実からいきます。その実、心の中では自分にないものばかりを数え上げ、こんなにマイナス感情の多い自分、じゃあ黄色で引いておきますね。
なら、いっそいない方が理にかなうと思い詰めて逃げ場所を探していた。誰にもそんな自分の思いが分かるわけがないと固くなに思い込み、自自らの内面の隠蔽を重ねながら、でも本当は核も心弱き者なんだと叫ぶために言葉を書きつなれるという矛盾。どっちやねん。はい、ラインマーカー全部引いてください。どうせ私のことなんか分かってくれないんでしょ。私のこと分かってっていう感じですよね。そういう女性があなたの近くにいたら、とりあえず一言くれてあげてください。めんどいってね。はい。どうにもやりきれない感傷と怠惰をもてあまし、もてあそび、紳士であって不真面目であった。せ、続いていきます。だって心の中でみんな思ったでしょ。せよやろっていう。だって受験勉強しろやろっていうふうに思うんですけどね。そんな者同士が友情を結び合えるものだろうか、か、はてなマーク。孤独を気取り解釈されるのを何よりの屈辱と感ずる者たちが、もし双子のように似ていたら、まあ似ていますわな、似ていたとしたらそれはありえないだろう。だから彼女たちは理解よりも無理解を、ここから引いてね、もう一回。むしろ何らかしら意見の対立を求めてつぶやき合い、はかばかしい結果を得ず、そしてある日ふと黙り込んだ。なんで黙り込んだか、続けて読めばわかります。二人の間には一冊の詩集があり、一つのセンテンスがあった。夢は、たった一つの夢は生まれなかったらという夢だから、送られるのは嬉しいだろう。これ仮定法を使われてるの分かりますね。生まれなかったらという夢、あんたさん生まれてるから文字書けてるんちゃうんって感じですよね。これもともと多分英語だったはずです。はい、仮定法が使われています。生まれてこないという夢が送られたら嬉しいな、絶対無理。生まれても今も僕たちね。その言葉はヒロミの胸の中でガラスの触れ合うような音を響かせた。透明できらびやかで、それでいてもろく悲しい響きだった。徐々に音は高まり、胸を裂いていった。状況が許せば、ヒロミは泣きたかった。胸の震えとでも言うものに身を委ね、切ない死の夢、二重線。いいですよっていう、僕たちはいいですよっていう感じがするんですけどね。もういいですよっていう、付き合いきれませんよって感じがするんですけど、飲まれて泣きたかったけれど、逆三角、そうはさせないもう一つの魂が同じように今まさにこの夢に飲まれようとし、けれど逆三角、その後赤のラインマーカー引いて、あ、赤じゃない、これで引いてごらん、黄色で。自分の不在を夢見るのなら、まずその抹消を試みるべきではないか。簡単な話ですよ。こういうことを言ってる人間がいるわけですよね。こういうことを言ってる、お互いにこんなこと考えてるわけですよね。僕に与えられた僕の一日を、僕が生きるのを、僕が拒むって言ってる人間に対して、僕たちがかけてあげられる言葉は一つしかないじゃないですか。死ねってね。わかります？つまり、彼女たちの願いを達成させるためにはもう死ぬしかないんですよ、普通に考えれば。どうせこいつはそんな勇気もねえんだろ？って感じですよ。ね、ヤクザですね、ヤクザね。と、自ら問いかけ、相手がそれを指摘しないはずがない。そうそうだ、俺だって指摘できるもん。相手だって絶対言えるに決まってますよね。え、じゃあ死ねばいいんじゃないって。と、息を呑んで夢の前に立ちすくむ直子の魂がそこにあった。つまり、二人とも考えていることは一緒なんです。ああ、もうこんな世の中嫌だよっていう遠征感が漂っているわけですね。お互いに漂っているわけですよ。だから、お互いにそれを持ってますから、お互いはそれを攻撃する材料をお互いに持ってるんですよ。死ねばいいじゃんって。だから、向き合うことができないんです。向き合ってその二人とも遠征感をぶつけ合ったら、二人に生まれるもの、最後は死だからです。だから向き合えない。向き合った瞬間に自分が攻撃されますから。その代わり自分が攻撃しようと思ったら、多分相手も攻撃しますよね。お互いに同じこと考えてるんですもんね。お互いに弱点が一緒ですからっていう感じなんですね。二人は二人であるがために身をこわばらせてというのは今の説明の部分です。はい、ここの部分の説明をしっかり取ってくれればいいでしょう。最後まで読みます。目をそらし合いながら、互いの胸がヒクヒクと震える音を聞いていた。気持ち悪い。その笛の中にありがちな自己陶酔、四角を囲む、自分に酔っちゃってるってやつだね。ナルシストのうねりと、高潔な魂を気取る、虚飾の扇動。高潔な魂を気取る虚飾だから、高潔な魂なわけがないですから。
からね。はい、バツっといてくださいね。を同時に認めていた。より多く悲しめることを誇るような、より傷つきやすいことを言い訳にするようなね、悲劇のヒロイン的な、まるで転んだだけで大声を上げて叫び、今日俺何回この単語を言うんだろう、泣き叫び、大人の庇護を要求する幼児のような浅ましさを自分相手の中に、そして自分の中に見出した。だからここもう一回ラインマーカー引いてごらん。次、彼女たちは素直に感傷に浸れなかったことで相手の、互いの存在を憎んだ。恨みつつそこに、転がった二つの魂がなんと弱々しく澄んだ感傷に包まれてカエルの、卵のように見えすぎているのだろうと知ってゾッとした。相手も自分も考えてることが一緒だから弱点も一緒、悪いところも一緒だから攻撃もしやすい、まあそういうような部分ですかね。この日、雄星、失礼、ひろみも、おそらく直子も、取り繕うのはお前の役割だと言わんばかりの沈黙にどっぷり浸かりながら、自分たちが平凡極まりない一人のガキだと思い知らないわけにはいかなかった。このクソガキ。あれからひろみは僕を気取る自分の心情について考え始めた。僕を気取るって意味わかりますね。これは決して、もう、僕の先ほどの先読みはもう明らかな間違いだったんですけども、決して、私って男性よ、そういうことじゃないですよね。なんだろう、普通とは違う、なんていうんですか、アンユージュアルっていうんですか、そういうことを要求したいね。しかもそのアンユージュアル、普通とは違う部分も感情覚えたっしょね。それは自分の中に遠征感を持ってるからですよね。2006年ってそう思うと悲しい話ばっかりだね。遠征感をボツボツという人間と2006年の古文は何か知んないけど誰か死ぬんでしょ最悪だね。これで何か知んないけど評論も誰か死んでたらウケるね、はい、だから漢文はあんなに簡単だったんだねと僕は思うんですが、どうでもいいですね。はい、もっと純粋でもっと固くもっと毅然とした固有の一人称、固有の一人称をカーペンにラインマーカー引いてね。つまり、私はオンリーワンよ、私が考えていることは普通とは違うんです、あなたとは違うんですというものが欲しかったんだそうです。魂を透けて見えても恥じない水晶のようにしたいと思った。なお子丸をつけて B の方は部下に出てこなくなり、会えばカラカラと空虚に笑うようになった。波線、なお子の魂はくぐもったベールに包まれ、3年になって同じクラスになってみると、彼女はその後青いラインマーカー、私という一人称を身につけていた。これも別に男性女性ではないですよね。女の子が私と使うのはユージュアルアンユージュアルどっち？そうだから結局のところ、この彼女は私って書いてある部分は、彼女はどうも普通に戻った、本当に戻ったかどうか分かりませんけど、普通を装うことができるようになったんではないでしょうか。 OK、 最後までいきます。言ってやればよかったのに、千田じゃなくて千田です、意味じゃなくて日の目です。机の口をつかむカナの胸には男物の時計がぶら下がっていた。ねえ、こう恋人同士で時計を交換する、いいね、これが普通じゃない、これが普通じゃない、そうでもねえか、まあいいや。名前間違われるのって一番腹立たない、慣れてるから。太い銀色のバンドがルーズに手のひらまで落ちているのを眺めながら、ここら辺まで来たんですかね、ここら辺まで時計が来たんですかね、ヒロミは言った。なるほど。カナが手首を上げるとジャラリと音がして、今度は時計が肘の方まで移動した。どういうこと、どんな気がないのまあいいや、はい、何時だろうとヒロミは身をひねってそれを覗き込む。自分だって忘れちゃうことあるんだよ、ちょい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 、お前自分の名前忘れたことある？俺もない。何言ってんのこいつ、赤で引く先生、名前が間違ったってしたかつがないよ。あーやだ。はい、続けていきます。カナは肩をすくめたついでにもみほぐしながら教室移動を、促した。カナちゃんかわいいね。千田だろうが千田だろうが指だろうがひろみだろうが、どうせ自分につけた名前ではないとひろみは思う。自分だったら
自分だったら7度つけてないだろう。こんな何もないようなものに7度つけようもない。千田ひろみという名はまるで空のカバンのようだ。持って歩けば言い訳が立つが中身はない。そんな気がする。まあこれも遠征感が表れてますね。多分そんな時、ひろみは僕に、赤で引いとくね、より同化する。つまり遠征感を突き詰めている感じですね。僕と書くときそれは一つの目、千田ひろみの肉体を、や鬱陶しい思惑を離れた。ここから引いてみましょうか。ガーって赤で思惑を離れた一つの魂の視点だった。透明な視点、何者でもない僕。女らしくするのが嫌だった。優等生らしくするのが嫌だった。人間らしくするのも嫌だった。つまり普通でありたくない。もう人とありたくないっていう感じですかね。人ではない。じゃあなんだ、獣か。どれも自分を間違って塗りつぶす。そう感じたのはいつ頃だっただろう。器用にこなしていたらしさの全てが疎ましくなって。ここ青のラインマーカー、わかりますね。つまり器用にこなす人間は出てきたんですよ。直子は多分普通の振る舞いをするようになったんです。こういうおかしい感じではないわけです。全てが疎ましくなって、全てをろ過するように僕になり、そうしたらひどく解放された気がした。女子校に来ると他にも僕たちはいっぱいいて、ひろみはのみのみと僕であることができた。要するに否定と拒絶からなる僕は伸びやかで透明だったけれど、むしろ弱々しくもあった。つまりおそらく直子ちゃんの方は傍目から見れば普通の人に変わった。この誰だっけ、ひろみちゃん、ひろみちゃんはやっぱずっとあったもっかしい人という感じだったという感じで、答え合わせをして終わりにしましょう。問4番、二人が二人であるために身を怖らせて黙り込んだ理由。もうお互いに考えていること一緒、弱点も一緒。喋ったら相手に弱点を突かれる。それがポイントになってきます。間違った人、何選んだ、いきます。ひろみと直子は2人とも高潔で繊細すぎる。これも×です。高潔であるかのようにつって、それはまあ否定してたんですよね、嘘だって。だから4番は晴れましょう。ほい、3番、ひろみと直子は2人とも相手の感性に共感を抱き合っている。いいんじゃない。結局お互いに全てを了解していない。これが理由だっけ。お互いが分かりすぎてるからもう手出しができないんじゃなかった。大輝、さっきと同じです。高潔で繊細すぎるは自分たちで嘘だ、それをまとってるだけだって言ってるだけですね。はい、文学作品に興味という一番死ねばいいですね。それ以上夢について語り合うことができない、これも関係ない。そうすると答えは5番になるんでしょうか。ちょっと読んでもらっていいですか。ひろみと直子は二人とも性に対して同じ思いがいないといい。その同じ思いというのを漢字3文字で言えば遠征感ですね。はい、続けてどうぞ。お互いの考えの重さを見透かされていると感じたため、自分の感情をそのまま表現することができるのでしょうか。この見透かされているという言葉をカエルの卵的な言葉で表現したのもぜひ押さえておきたいところでしたね。答えは5番でした。続けて問い5、いつか私という一人称を見つけていた。これ女性男性ではなかったですね。結局のところ私っていうのは、普通に振る舞う。だかららしさという言葉でそれを表現したのかな。何々らしさね。他人が要求されるらしさってありますよね。だいたい丸坊主の人間を見るとさ、丸坊主でいかつくて色黒い人間を見るとさ、それでさ、くるちゃんっていう声をちょっと出してほしくないですよね。おざっす、こうきですっていうような感じになってほしいわけじゃないですかね。なんかしないけどほっそりしているね、もうひょろひょろとしたそういうキャチャなね、可愛いような女の子はどうもっていうようにたまにわーってなりますよね。僕たちは他人に対してらしさを押し付けてる部分ってあると思うんです。それをちゃんとやれるとやれないやつ、それがやれない、普通じゃない。この2つの違いを掴んだものを選べばよかった気がします。ということは間違った人、お前だけ何選んだの。はい、私は私的な場で女性らし、反女性的、
2番もいきますね、女性として女性同士親しい間柄3じゃねえ調和を保とうとする普通であろうってことですね。社会通念にとらわれない普通じゃないっていうことですね。答え3番はい、最後問い6。はい、じゃあ選んだやつで手を挙げてください。問い6いきます。1番選んだ人、真面目で真摯であって不真面目という矛盾する言い回しや理解よりも無理解をといった対立する語が用いられることで感情が次線引いて罰両極端に揺れ動かちな。いや、彼女の感情は一貫してあれでしたよね。でしたよね。はい。2番選んだ人、はい、状況が許せば、ヒロミは泣きたかったのように思うとして、ヒロミの心情に焦点を当てて問題ないでしょう、いるがそんな者同士が友情を結び合えるものなのかのように別の視点からも描かれ、そうですね、それは他人視点じゃないと書けませんよね。人物像が浮き彫り、確かに浮き彫りにされてました。遠征感という結論が得られました。2番じゃあ答えにしときましょうか。3番選んだ人、ガラスのように触れ合うと夢の前に立ち尽くすなどの比喩的表現が多用されることで登場人物の繊細で鋭敏な性格が鮮やかに印象付けられている。なんか文句のつけようがないからとりあえず飛ばしとくか。4番選んだ人、人物の容姿や行動の描写は少なかった、自己陶酔の腕に抹消を試みるなどのような関連的な言葉、これはアウト、線引いて罰。だって自分を消す、関連って目に見えないものってことですよね。自己陶酔の腕には目に見えないよ、抹消を試みる、死ねってことですよね。それは目で見えることじゃないですか。関連的って目で見えない、頭の中で考えてるって意味合いだからね。5番選んだ人、はい、5番はここでいいんじゃないですかね。女性であることによってこだわっている、線引いて罰。6番選んだ人、会話文中にうん泣いた僕のように点々点が使用されることで、ヒロミとナオコの会話に余韻が与えられ、2人が徐々に親交を深めていく、そんなバカなって感じだよね。はい、ということでもう1個は3番をチョイスすればいいのかなっていう感じでした。